夫をシンディングによるスボルドの海戦。エイリーク・ハーコナルソンはラーデのヤール。父はヤールのハーコン・シグルザルソン。妻はデンマーク・オースベン・ソーサ・ヒゲオの娘・ギューザ。息子にはハーコン・エイリークソンがいる。弟はスベン・ハーコナルソン。エイリークはハーコンの初出で一番年長の息子であり、伝説的なラーデのアダ・エコンスト・ハターの兄弟である。 彼は、ヒョルンガバーグの戦い、スボルドの海戦とイングランドの征服に関与した。エイリークの青春期に関する主要な情報源は、ファグルスキンナとヘームスクリングラである。これらによると、エイリークは、ハーコンシュグルザルソンとウップランドのより低い身分の女性の間に生まれたという。ヒョルンガバーグの戦いの後、エイリーク・ハーコナルソンによって助けられる、シガースはブイソン。 クリスチャン・クローグによる差し絵。スタラやラドが、もともとは中世の時代に建設された。スカンディナビアとバルト海における、エイリークが戦った、あるいは襲撃した場所。参考のために、現代の国境を示している。ヘームスクリングラによるスボルドの海戦の後のノルウェーの分割。スベン・捜査ヒゲオからの報道として、エイリーク・ハーコナルソンによって支配された地域。 スウェーデンのオーロフ王からの報道として、エイリークのイボ兄弟のスベンによって支配された地域。スベン捜査ヒゲ王の直接の支配下にあった地域。ヒョルンガバーグの戦いは、エイリークの最初の大きな戦いであった。戦いは10世紀に、ラーデのヤールたちとデンマークからの侵略軍との間で、行われた、反伝説上の海戦であった。戦いは、ヘームスクリングラやヨムスバイキングの差が、 デンマーク人の辞席などで説明されている。そうした後の時代の文学での説明は空想的であるが、歴史家はそれらに史実が含まれていると考えている。ハーコン・シュグルザルソンは古代北欧の神々の強い信奉者であった。ハーラル・アオハオが彼にキリスト教を押し付けた時、ハーコンはデンマークに対する忠誠を破った。デンマークからの侵略軍は八十六年の ヒョルンガバーグの戦いで敗北した。ヘイムスクリングラによると、エイリークはこの戦いで60隻の船で出て勝利した。995年に、オーラブトリグバソンがノルウェーで権力を握ったため、エイリークはスウェーデンへ逃れた。エイリークは、スウェーデンをオーロフ及び隕石関係を結んだスベン、ソーサヒゲオーと同盟した。地盤をスウェーデンに置きつつ、エイリークは東方に進出した。 そしてキエフ大公国のウラジーミル一世の支配地域で略奪をし、スタラやラドガの街を焼き尽くした。大陸にはこのことを確かめうる一時資料はないが、1980年代にソビエトの考古学者が10世紀後期のラドガの炎上の痕跡を発掘によって明らかにした。エイリークはまた、西エストニアとサーレマージまで略奪を行った。ファグルスキンナにある、 パンダドラッパの概要によると、彼はバルト海でバイキングたちと戦い、同じ時期の間にエステルイエートランドを襲撃した。ノルウェー王、オーラブ・トリグバソンは、夏の間は東部バルト海にいたので、連合軍はスボルドの島で彼を待ち伏せた。オーラブは71隻の船を従えていたが、その一部は友人であるヨムスバイキングの狩猟のヤール、シグバルディが指揮していた。 シグバルリは、オーラブを裏切り、連合軍の手先となり、王を見放した。連合軍は、ノルウェー艦隊の先陣を通過させ、最も目立つ船にいた王を攻撃した。オーラブは逃げることを拒否し、自分の所有する11隻の船で戦いに転じた。古代の歴史家たちは、オーラブとノルウェー艦隊の戦いを称賛している。 オーラブの敵たちに関する全ての情報と敵たちの有毛さの大部分はエイリークに見出されていた。伝承によるとデンマーク軍とスウェーデン軍がオーラブの船の列の先頭に侵入することはできなかったという。エイリークは側面から攻撃、オーラブの船の列の最後と最後から2番目の間に自分の船を押し入れた。繋がれていたノルウェー軍の船は こうして一石ずつ切り離されていき、長打号だけが残ったが、それも制圧された。オーラブは彼の盾を外に向けて持って、海に飛び込んだため、彼はすぐに沈んでいった。エイリークはオーラブの船、長打号を獲得し、この戦いからこの船を操縦した。この出来事は、彼の宮廷詩人、ヒキリスト教徒のハルドールによって残された。スボルドの海戦の後、エイリークは、 彼の兄弟のスベンと共に、1000年から1012年にかけて、スベン捜査ヒゲ王の進化として、ノルウェーの統治者になった。エイリークの息子、ハーコン・エイリークスソンは1015年までこの地位を維持した。エイリークとスベンは、エイなるサンバルスケルビルと彼らの姉妹、ベルグリオートとが結婚することによって、彼らの支配を強化した。そして大切な助言者と協力者を得た。 ファグルス・キンナによれば、優れた平和によって、極めて繁栄している時代であった。支配者はよく法を維持し、罪を罰する際に厳しかった。ノルウェーの彼の支配の間、エイリークの唯一のライバルは、エルリングス・キャールグッソンであった。あまりに強力で接近するには慎重であったが、あからさまに対立するには十分強力ではなく、エイリークは彼らの支配を通して、ぎこちない平和と、 ヤールとの同盟を維持した。修道士テオドリックスによると、エイリークはスボレドの海戦に勝利するならば、キリスト教を受け入れると誓っている。オットスのラソンのオーラブトルックバソン王の佐賀は物語をより緻密に伝えるが、その中では、エイリークが船の選手にあったトールの像をキリストの十字架に取り替えている。このことを実証するスカルド詩人の死はないが、 大部分の佐賀は、エイリークとスベンが少なくとも正式に、キリスト教を受け入れたことを示している。ヤールたちがスウェーデンとデンマークのキリスト教徒の統治者と同盟していたことから、キリスト教を受け入れることについて、政治的に有利な判断があったことには、疑いがない。オーラブトリグバソンによる、激しい連動活動の後、信仰の自由を開始することは、賢い政治的な措置であった。 キリスト教徒としてのエイリークの宗教的な信念は、おそらく強いものではなかっただろう。エイリークのライバルであった、オーラブ・トリグバソンと、オーラブ・ハラルズソンに対するスカルド詩人の死からは、異教的なケニングは取り除かれ、キリスト教徒の統治者として、彼らを称賛しているのに対し、エイリークに捧げられた、スカルド詩として残っているものは、完全に伝統的である。 パンダドラーパは10世紀頃に書かれたが、それは明確に異教的である。その反復句は、エイリークが異教の神の意志によって地域を征服すると言っている。ソウルズ・コレベンスソンにより、1016年以降に書かれたとされるしさえも、キリスト教の影響の兆候を持たない。ノルウェー氏とアグリップによると、エイリークはノルウェーにおいてキリスト教を根絶することに、 積極的に取り組んだとされるが、このことは他の情報源によって明らかにされてはいない。1014年か1015年に、エイリークはノルウェーを離れ、イングランドにおいて従軍するために、クヌート大王と合流した。ソウルズ・コルベーンス村のエイリーク参加によれば、彼らの艦隊は1015年にイングランドの海岸の沖であっている。しかし多くの一次資料にある年代を一致させるのは難しく、 一部の学者はデンマークで1014年に彼らが面会したとしている。この時クヌートはは各未熟だった。しかしエイリークは精錬された知性と幸運を備えた経験豊かな戦士であった。そして歴史家のフランクス・テントンの見解では征服活動に出発した若い王子のために見出し得た最高の相談役であった。北欧の侵略艦隊は ほとんど抵抗に遭うことなく1015年の真夏にサンドウィッチに着いた。クヌート軍はウェセックスへ移動し、ドーセット、ウィルトシアとサマセットを略奪した。イードリック・ストリオナは40隻の船を集めてクヌートに服従した。1016年の前半に北欧の軍はテムズ川を越えてマーシアに移動した。エドマンド皇太子は 侵略に抵抗するため軍を召集しようとしたが、その努力は失敗した。そして、クヌートの軍は妨害されずに、ノーサンブリアに到着し、その地のヤール、ウレット・ザ・ボールのノーサンブリア白は殺された。クヌートが英国北部を支配下に収めると、その伯爵領は、エイリークに与えられた。ノーサンブリアを征服した後、侵略軍は再び南に転じ、ロンドンに向かった。 彼らが現れる前に、エゼルレッド二世は崩御し、エドマンド皇太子が王に選ばれた。エセルレッドの死に続き、北欧軍は、ロンドンを包囲した。エマ三時によると包囲は、エイリークによって指揮されたとされる。オーラブ西王の伝説佐ガは、エイリークが、ロンドンの包囲に関わったことを明らかにしており、ソウルズによる因文は、エイリークは、英雄、ウールブケルト。 ロンドンの西で戦ったと歌っている。いくつかの戦いを終え、クヌートとエドマンドは王国を分ける合意に達した。しかし、エドマンドは数ヶ月後に崩御した。1017年、クヌートはイングランドの全国民が認める王となった。彼は王国を4地域に分けた。彼が彼自身のために確保したウェセックス、彼がトルケルへ与えたイーストアングリア、エイリークへのノーサングリア、 エイードリックへのマーシアである。同じ年、しばらくしてから、クヌートは、エアドリックを裏切り者として処刑した。エマサンジによると、クヌートに命じられエイリークは、斧でエアドリックの首を切った。エイリークは亡くなるまで、ノーサンブリア博であった。なおエイリークについて1023年以後のイングランドの文書には、名前が出てこない。イングランドの情報源によると、 彼はクヌートによって追放されて、ノルウェーに帰国したという。しかし北欧には帰国の記録がなく、これはありそうにない。北欧の情報源によると、ローマへの巡礼の直前、または直後に、郊外水の切除し、出血によって死亡した。春普段イジェディウスによる、長打号に乗り込むエイリークの部下立つ。エイリークについての最も重要な史実に基づく、情報源は、 12世紀から13世紀にかけての王のサガであり、そうしたものには例えば、ヘームスクリングラ、ファグルスキンナ、アグリップ、クニートリンガ・サガ、ノルウェー氏、オーラブ・セ王の伝説・サガ、そして、オット・スのラソンとデオドリクスによる作品がある。アングロサクソンの情報源は乏しいが、それらがその当時の証拠を代表することから貴重である。 最も重要な作品は11世紀のアングロサクソン年代記とエマサンジである。しかしエイリークは12世紀の歴史家フローレンス・オブ・ウースター、マームズベリーのウィリアムとヘンリー・オブ・ハンティングドンによっても言及される。エイリークのスカルト詩人によるかなりの量の詩は王の佐賀で保存され、当時の証拠を代表している。最も重要な作品はエウルフレ・ダシスコールドの パンダドラーパと、ヒキリスト教徒ハルドールやソウルズ・コルベーンスソンの作品である。エイリークについて書いたことが知られる。他の詩人は、厄介詩人、ハルフレズ、ヘビジタのグンラウグ、ロパン・オネンドソン、シュクリー・ソース・タインソンそして、アール・アール・シュレクソンである。このうちハルフレズは、スボルドの海戦で、オーラブ・オーが倒れた後、エイリークを殺そうとし彼の元を訪ねて捕らえられた。 以前、ハルフレズが王の命令で殺害しようとしできなかった、賢者ソルレーフが居合わせて、エイリークに取り成したため、ハルフレズは救われた。ハルフレズは、エイリークのために死を作ったが、エイリークは死に対して、褒美を与えたもののハルフレズの滞在は、拒んでいる。スボルドの海戦で弓で戦うエイナルサンバルスケルビル。オーラブトリュックバソン王の佐賀、オーラブ西王の佐賀によれば、 エイナルは、スボルドの海戦においては、オーラブトリグバソンの側で戦ったが、終戦後は除名された。その後は、エイリークと共に過ごし、彼の妹ベルグリオートと結婚し、彼から、領地も与えられて裕福となった。エイリークが、イングランド征服に従軍した際は、彼の息子ハーコンの貢献を任された。日本語訳にあたり直接参照していない。ありがとうございます。